것이라 変わっていません。 計画だけで犯罪が成立し、 警察が捜査できるような、 ここがこの法律の味噌なんですが、 ここは全く変わってないということです。 非難の第2は、 対象犯罪の数が減ったというまやかしについてです。 277に絞ったと言いますけど、 ここに入っている犯罪を見てみるとですね、 組織犯罪も含めて市民に関わる犯罪が、 次の通り、いろいろ掲げられている。殺人、重複度です。逮捕及び監禁、強要、威力業務妨害、詐欺、恐喝、建造物損壊、贈賄、収賄、傷害、窃盗、強盗、犯人、横領などなどですね。これまで市民団体などの活動に適用されてない、いろいろ皆さん、こういう場合はやられるんじゃないか、こういう場合はやられるんじゃないかと言ってきた、 その犯罪が全て残っている。テロ対策というのは、テロがやるのかというふうに思ったら違うんですね。そこがこの法律の、危険性だということで、市民犯罪に適用、市民団体に適用される危険性は、未だ強く残っている。変わっていないということを、やはり強く指摘しなければいけない。 また数を減らしたというふうに言ってますけれども、構造は全く変わってません。このやり方はですね、かつて盗聴法の対象犯罪を絞ったのと同じことなんですね。盗聴法反対の国民党が強かった時に、自民党と公明党、特に公明党は自民党とくちゃくちゃやってですね、対象犯罪をその時絞った。こうなれば市民に適用されないと言っていた、ところが昨年ですね、対象犯罪を一挙に広げたんですね。 それに公明党は全く文句言わないで賛成したんです。結局、最初反対の強い方と言って、絞っといて、後に広げるという、このやり方は今までのと全く変わっていない。そのことを、やはり皆さんは鋭く見抜かなければいけないというふうに思います。3番目には、法律そのものの名称が前のまま組織犯罪処罰法、 反対収益もありますが、簡単に言うと組織犯罪処罰法という法律そのものの名称は変わっていない。第6条の2の表題として、この6条の2の中に、そのテロリズム集団その他という文言が入っただけで、法律そのものは変わってない。このことも非常に重要な点ですけども、これはまた足立さんが法律の問題点ということで話をされると思います。 従って結局、テロリズム集団対策とは言っていますけども、全く変わってないじゃないかと。文言が入っただけじゃないかということをまず指摘しておきたい。その上でさらに危険なことを、これからちょっとお話したいんですが、政府はこのテロ対策というこというですね、この法案をテロ対策ということで、オリンピック・パラリンピックに必須だと、 安倍さんは必死で叫んでますよね。これがないとオリンピックは開けません。この点については東京新聞が、見事にね、嘘だということを暴露しましたが、オリンピック招致の際に安倍首相は、世界有数の安全都市東京とか、福島のね、原発の被害は完全にブロックされているかっていうね、すごいこと言ったんですね。未だブロックされてないのは明らかですが、世界有数の安全都市東京というのは事実なんですね。 日本ほど安全な国はない。まあ、これは、テロに関して言えば、この条約を批准して対応する国内法を作ったフランスなどでテロが起きている。わかりますか？この条約を批准しないで法律がないないと言ってる、この日本でですね、テロが起きてない。この違いが非常に重要なんですね。法案があるから、テロが防げて、 ないとテロがあるというのは嘘だということは、そのことも分かるわけですが、まあ、実際この安倍さんが言った、この法律がないから、オリンピック開けないなと思ったら、今まで世界で言ったことがないから、彼は今回初めて言い出した。だとすると、東京のオリンピックに呼んだことして嘘じゃない。なんで嘘ついて呼ぶんですか？この法律なかったんだもん、あの時。世界一安全ですなんて言えなかったですよね。まあ、そういうことを、やっぱり見抜かなきゃいけない。 それと同時に、かつてこの国会で共謀罪の審議の中で政府は、国連条約があるから、
4年以上の刑を定めた全ての犯罪を対象にしなければいけないって言ったんですね。今度277に絞ってきちゃったんですよ。ずっと2002年か、それ以来ずっと言い続けて、その前に法制審議会があって、その法制審議会の中で私も出席していて、いろいろ意見反対をしたんですが、そこでも全部対象にしなきゃいけないって言い続けてですよ。今度は 急に207に絞って、まず絞れるんじゃん、じゃあ何だっていいんじゃんという意見が出てきますよね。そういうこともここでもまた嘘をついてきた。安倍さんが嘘つきだったのも皆さんよく承知だと思いますが、この法律案の過程でもこういう嘘をついているということ、それからこの国際国連条約の2条にですね、金銭的または物資的犯罪集団を対象とするというふうにはっきり言ってる。それと同時に立法改正で宗教的政治的テロは除外すると書いてあるんですよ。宗教的政治的テロを除外するって書いてあるのに、日本だけは宗教的政治的テロを入れるっていうんですね。条約違反じゃないですか。どうなってるんですか一体ね。今まで条約に忠実にやったのに、急に今度は条約と関係ない、それを踏みにじってもね、テロ対策をするってこういうことを言い出した。実はですね、皆さん、これはね、政府も十分承知してた。この条約による法律がテロ対策のものではないということが分かってるから。ずっとこの間ですね、2003年以来、自民党、公明党の政府は、犯罪に強い社会の実現のための行動を受けた計画、世界一安全な国、日本を目指してというのを2003年と2008年に出して、安倍内閣になって2013年、5年ごとですけど、世界一安全な国創造戦略というのを閣議決定している。犯罪に対して徹底して戦うって、その中にテロリズム対策も出てるにも、それと同時にですね、昨年4月の自民党政務調査会のテロ対策強化宣言、強化提言ですね、世界一安全な国日本実現に向けた治安テロ対策の強化に関する提言というのを昨年決めている自民党が、ここにも、それからさらに閣議が決定したパリの連続テロの後のテロ対策の強化についての方針、ここにもどこにもこの法律がテロ対策に必須だって書いてない。この法律が一行も出てこない。一体どうなっているの。全くこういうことを考えていないということですね。実際はテロ対策のものでないということを十分承知している。しかし皆さん、ここで私は逆に考える。この法律案のテロリズム集団という文言を使用したこと、これは非常に危険だということをこれからお話したい。法律案の中にはテロリズムの定義がありません。秘密保護法には定義がありますが、ここにはない。ないということは、いろんな定義ができるということなんですね。イギリスのある学者が次のように言っています。テロリズムを理解しようとする政治的試みも、学問的な作業も、テロの定義で何度もつまずいてきた。わかりますか？テロリズムを研究しようとしても、テロリズムが定義できないんですよ。相手がわからないわけ。わからないものを研究できないんです。わかりますね？そしたらあそこで爆発が起きた、ここで自分で死んだとか、そういうことをいくつか出してテロリズムが何か起きてるよっていうことを言う以外ないんです。学問的に非常に難しいんですね。なぜテロリズムというものは定義できないか、この人は次のように言う。一言で言えば、一言で言えば、テロリズムがラベリングだからだ。いかなる人物集団も自らをテロリストだと名乗るようなことはなかった。それは他人によって、何よりもそのテロリストを排除する、排斥する政府によって命名されるものである。ね、ラベルが貼られるんだ。テロリストと呼んで、排除したい政府がテロリストと言うんだ。国家は暴力的な敵対者にこのレッテルを貼りたがり、その用語に非人道的犯罪性を付与する。なかなかすごいこと言ってますね。その通りですね。テロリスト、テロリズム、わからない、何なんだ、何だか。そうすると、誰かが言うんですよ。そうすると政府が言うんだ。政府が反対者に対して名付けるんだ。
名付ける瞬間、名付けた瞬間、それは非人道的犯罪的な集団になってしまう。そういうことなんですね。こういうテロリズムというのは、そういう危険性がある。国家に属してない人たちが暴力行使をしてもですね、形式上それは法律違反になるかもしれないけども、実質的には正当性があるものがあるんだと、この学者は言ってるんですね。そうすると、こういうことで言われているということは、 この共謀罪、テロリズム集団という文言が入った危険性が現れている。沖縄平和センターの山城議長のことを考えてください。彼は政府から見れば暴力的な敵対者ですね。彼の所属する団体をテロリズム集団と政府からレッテルを貼られかねない、あるいはその予備軍と言われるかもしれない。でしょ。集団で座り込んでね、抵抗するか、 暴力的ですよ、あれは。暴力っていうのは、暴行っていうのは、人に向けてタバコをポイと投げたっていう暴行だっていう裁判の判例がありますからね。広い。それで、国連の条約が予定している金銭的、物質的利益を追求する集団でなく、テロリズム集団対策をこの法律の根幹に据えた。この法律は質的な転換を遂げたんです。 テロと言ってるのはまやかしなじゃない。テロリズムその他と入れたことによって、質的に変わったの。この法律は政治的に政府によって警察によって利用されるものになってしまったと考えたわけです。市民団体が狙われるのではないかと、皆さんよく指摘してきましたけど、テロリズム集団と入ったことによって、その危険性は嫌がる上にも増したと私は考えます。 政府警察がテロリストあるいは予備軍あるいは将来に一変しかねない集団と見れば、どんな市民団体も狙い撃ちされるんですね。それとともに、テロ対策として最も重要なものといえば、それは正確な情報を得るための、スパイ潜入と監視による諜報活動だと言われているんですね。スパイの潜入、諜報活動、監視、これがテロに一番だ。 政府は先に述べた創造戦略、政府というか安倍さんはですね、2013年12月、2013年12月というのは、この世界一安全な国創造戦略について定めてから、国家秘密法だとか、安保法制にダーッと流れるんですよ。まず安倍さんのこの治安のためを行った、この治安のためを出したこの創造戦略の中にですね、次のようなものが書いてある。 これからの捜査手法として仮想身分操作を取り入れる必要がある。仮想捜査身分操作、簡単に言えば、ある組織のある組織の人間であるかのような顔して入り込むということです。まあ昔ね、共産党員を捕まえるために警察を爆破した警察官がいたわけですけど、そういう事件があった時に、 その人は共産党に近づいて共産党員と非常に長くなって共産党に入りたいというところで行ってて、それでその人に呼び出されて、何かの共産党員が交番の周りに行ったら、その外側にいた警察官に爆破と同時に捕まるというね、不思議な出来があったんですが、これは共同通信の記者は後に爆破して、ね、戸高という、後に警視庁という警視総監の次の警視官のその次の暗い2番が登り詰めたということが分かった。 まあそういう話があるんですが、そういうふうに組織に入ったり近づいたりする手法、これを仮想身分操作というんですね。これを入れるということはそこに書いてある。まさにね、政府の狙いは、ここにあるんじゃないか、監視社会、身の、では身の回りに警官が入り込む社会、そういうものを全体としてあたかもテロリズムに絞ったかのように言いながら、 本当はもっと大きな狙いを持っているのではないかというのは、私がここで皆さんにぜひ分かっていただきたいということ。ですから、テロリズムは嘘だとかね、テロ対策にならないなんて言うんじゃなくて、私たちに刃が向けられる法律に変質したんだということを十分よく掴んで、これからの反対運動に邁進していただきたいと思います。以上です。どうも。岩本さん、ありがとうございました。
今の話ね、ここに金田法務大臣に来てもらって、よく聞いてですね、勉強してもらいたいなと、もう分かりやすい話でした。あの人分かりにくい人ですから。続きまして、早速ですね、国会の方から忙しい中、真山雄一議員がお目になっています。昨年は盗聴法なんかでも一生懸命反対をされます。発足集会を来ていただきます。真山さん、お願いします。皆さんこんにちは。民進党の参議院議員の真山雄一です。今日国会いろいろ忙しいらしくて、私暇なのかな私たちがここへまだ来てないんで、ちょっと一番最初にご挨拶させていただきたいんですが、役人委員会すごいですね。ついに今私先生になったら278人、ね、もうどん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 増えてきています。こうした運動が功を奏してですね、最初はやっぱり共同代表が分からなかったから、テロを防ぐんだったら必要だよねということで賛成が多かったのが、やっぱりここへ来て法案の中身が分かってきたら本当に危険な法案であるということがよく皆さんも分かり始めて、少しずつ反対の声が大きくなってきています。そして今日はその共同代表にとっては本当に大きな転換点になる日です。今日先ほど午前中に閣議があって、この閣議で共謀罪が閣議決定された、いよいよ国会で出てきます。私は参議院の法務委員会、まずは衆議院の方で審議が始まるわけですけれども、さっきから話が出ているよりも金田大臣じゃ答弁できないじゃないかというふうに思っています。私たちはあくまでもやはり答弁できない金田大臣の辞任、これも要求していきたいと思います。今日も実は衆議院で、法務委員会で審議があったらしいんですが、金田大臣はいちいちですね、答弁するたびに後ろを振り返って事務方に説明を聞いて、それでやってるらしいです。でももうこれからは通じません。請案ができたら答えると覚えてますよね。金田大臣はそう私たちに約束した。請案ができました。徹底的にやっていきたいと思います。今問題点の指摘がありました。本当にテロを防ぐための法律ではない、そんなことを求められていない。そしてその集団的犯罪組織的犯罪集団というのはどういうものか、歯止めをかけたと言ってるけど、何にもそんなことは前の法案と変わっていない。こうした共謀罪の本当の姿を審議の中で浮き彫りにして、そして3度廃案になった4度目出ましたけれども、私たちが負けないでこの法案を何としても廃案に持ち込む、この覚悟で取り組んでいきたいというふうに思っています。そのためにはやっぱり皆さんたちのバックアップ力が必要です。ぜひこれからも、市民の皆さんとこの共謀罪に対する反対、この声を上げていきましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ぜひとも前野さんのところに行かないようにですね、衆議院でお会いしたいというふうに思ってます。でそれでは今からですね、100人会参加者から一人ずつ発言いただきます。これは本当に個人の立場ということで、一人一人が発言していくことの大事さ、今日はという道でも小さい第1回の時の資料がありますけれども、たくさんの人で喋っていただきたいと思ってます。でまず1トップバッター、現在の中東を歩いてということで、東京科学大学教授の藤田進先生、お願いします。中東から見ますと、
このテロという概念、先ほどの最初にもお話ありましたけれども、これが日本はどういうような立場からテロということを言っているのかという、ここのところは非常に大きな問題をはらんでいるように思います。そして要するに今の安倍政権はアメリカの、テロ、特にこのイスラムテロリズムということを位置づけている、アメリカのテロの認定位置づけというものをいわば無条件に受け止めて、要するにアメリカの立場をただこう踏襲しているという、そのことですよね。でそのことが極めて危ない、危険であるという、特にこれ将来に向かって極めて日本が危ないという、そういうことにつながるようなことを危惧しております。で私が考えますに、このイスラムテロリズムという概念はアメリカとイスラエルによって、作り上げられたもの でこれはやっぱり1970年代の末に登場したんだと思います。でその原因になったのは、一つは、1978年にアメリカとエジプトとそれからイスラエル3国の間で、合意がなされましたキャンプデビッド協定というところの、この中東和平合意という、協定が出来上がったことが第一歩だったと思います。でこの協定がいわばイスラエルのアラブ領土の占領という問題を67年以来、さらに遡ればイスラエル建国以来のアラブ領土を、軍事的に一方的にリブジンに占領し続けるという、この事態を棚上げにして、いわばイスラエル軍事占領、アラブ領土の軍事占領を棚上げ、その後放置して、そしてこのイスラエルと中東諸国とが二国間の平和協定を結んで、その平和協定の積み重ねによって中東の平和を実現すると、こういう構想がこのキャンプデビッド協定およびその後の中東の平和という中東和平協定という、こういう枠組みとして用意されました。これによってそのイスラエルという国家はご存じ通りユダヤ教という宗教によって国家の位置づけをし、そこにいる国民を規定している、こういう宗教的排外国家ですね。でこの国家のやり口がこのアメリカの主導のもので中東和平という形では押し付けられている。そしてこの時の中東和平の大きな軸はアラブとイスラエルが要は平和共存するという、こういう方向を作ったということですね。でそのエジプトというアラブ最強国家がこの中東和平協定によってやっぱイスラエルに対しては軍門を閉じるということが約束させられました。つまりそれをもってこの中東和平協定というのはアラブのそれまでのアラブ領土の解放、占領奪還という、そういう問題が奏でされたことによって、しかもこのアラブ諸国が軍事的に、イスラエルで封鎖されたことによって、それ以降の中東の和平はアメリカとイスラエルの軍事力が中東全体を管理する、そしてこの軍事力の下で中東和平なるものが構築されていると、具体的にはアラブの国々がそれぞれの政府がいわばこの軍事独裁体制として、構築されて、でそこにより国民の意向やアラブの土地が奪われているという、そういう民衆の苦悩というものはいわば放置されている。他方ではこの軍事独裁の下の経済体制ということを軸にしていわば平和というものが構想されている。でこういうことの中で一旦国内危機が起こればアメリカとイスラエルが軍事的に介入すると、つまりこういうような主権国家とか国家の独立化ということには全く関係なく中東は動き出すという、こういうこととして今日まで至っています。で他方でこの協定できた直後の1979年に新米石油大国であるイスラエルにイランにおいてイラン革命が起きました。この新米石油大国のシャア体制というものはアメリカの石油利権にとっても、アメリカにとっての中東の和平の枠にとっても非常に重大な条件でありましたけれども、これはイスラム革命によって崩れると、これによって事態が大きく狂うことになりました。つまり国際は政治が考えていた中東の和平とは違って、イスラムという宗教における公正と正義とそれから宗教の違いを超えたところでの人々の共存という、こういうイスラムの宗教に基づくところの論理が要は世界の平和ということを構築する、その大きな枠組みとしてイスラム革命ということでイラン国家の転覆ということの中で、実現してしまった。この時に国際政治が考えるそういう和平の枠組みとは別に、人
人々が生きるということにおける平和な国が大きく今の動き出した。この時にイスラムのこの宗教が人々を動かしていくという世界の動きの中で、アメリカ、イスラエルはこのイスラムというものの民衆を結集させていくあの重要性ということに非常に大きな危惧を抱きました。この時にイスラムという宗教について、テロという概念が使われられた。そして国家と違って民衆というレベルでこの自由というシステムがいわばこういう国家的な枠組みを超えて民衆の立場からの国家の放送につながっている、こういうイスラムの論理というものが人々を動かしていくという事態に対してイスラムテロリズムというこういう概念を与えたと。これが中東から来た場合のイスラムテロリズムの歴史的な経緯だと思います。でこの自分たちが中東和平の中で意図するこのアラブのレジーム、諸国政府、そしてイスラエル、こういうような国家のレベルにおいては中東和平の構想が構築されていながら、その傘下にいる一般民衆がこういう枠組みに抵抗し自分たちに申し出をしていくという、そのことの一番あのはっきりしているのはご存じの通りパレスチナですね。でパレスチナ民衆がイスラエルという国家の宗教的排他主義によって弾圧され、そこによって土地を奪われて追い出されていくということが今中東和平の中で全中東に広がっている。でそのことに向けてイラン革命を軸にして民衆たちがイスラムという論理の中に結集し、いわば国境を越えて人々が心の中での結集というものを作っていく、こういうイスラムの非常に現代的な積極的な人民的な結集力というのが、いわばこの大国にとっていれば極めて危険なテロという概念につながってきたんだと思います。この枠の中でしかしながら中東和平の中における最強国家アメリカとイスラエルはどんどん進展する精鋭の最強 の、 あの破壊装置である軍事力というのを圧倒的に展開し、これを圧倒的にこの中東に配備する。今あのご存じの通り中東の軍事力は世界一ですよね。でアメリカのやっぱりあの利益にとって中東にこの武器を売ることがどれだけ儲かるのか、でこれを配備したことによって入ってくる中東エネルギーの利益がどれだけ大きいのか、しかしこれはアメリカの国民経済にとって定まるんじゃなくて多国籍という枠の中でどんどん儲かることになる。でアメリカの国民はあかりながら苦しんでいながら多国籍のアメリカの資本がどんどん儲かるという、これが中東の危機テロリズムに引っ掛けられて展開していくという、このことの意義を指摘しているのがおそらくアラブのあるいは中東全体のイスラムというその人々にとっての正義という、生きることで共存ということで動いていく、この事態とつながってアメリカやイスラエルにとっては極めて危険な思想であり動きなんだろうと思います。でそのアメリカやイスラエルが軍事力でこの抵抗する人々を徹底的に抑え込んでいくということの都合がご存じ通り湾岸2度にわたる湾岸戦争や今日も続かる占領地やレバノンの占領地にあるような徹底的な住民の弾圧と殺戮の連鎖などが続いてますね。しかしながらこれだけの強力な軍事力をあの行使しテロリズムというあの決して勝利できない、アメリカは圧倒的な軍事力の強化、イスラエルの軍事、あの軍事的戦略を図りながらも勝てない、物理的に投入しても勝利できないというこのことのつながりの中で今ことは起こっている。そして勝てない人々は今や自分たちの体を武器にしていわば肉弾となっていわば自爆テロということになる。自爆テロの持つ意味がネガティブかもしれないけれども、こういうふうに追い込んでしまった中東和平ということに構築された国際政治のもとの意図が住民に対して非常な抵抗とそれに対する人々の結集を作っているという、でこのことの波が今や人々が暮らせなくて出稼ぎに行っている欧米やあるいは今日本にも入ってきているイスラム教徒の中にまで広がっている、こういうようなことはアメリカがやったことであって日本とはそれと同じことをやっていいのかっていう問題を我々は払っていると思いますね。日本は先進国の中でやっぱり被爆国であり憲法9条のことで軍隊を持たない戦争しないという国家が我々のやっぱり強力な武器だったはずですね。この武器によってやっぱり中東に対して和平を世界の平和につなげていくというそのことの役割が今まさに強まっている時にこういう圧迫ができ、あるいは安保法制の中で自衛隊が
アメリカの方に出てくるというようなことに我々はつながっている。このことに対して我々は異議申し立てるし、多くの世界がつながるという声が、いわばこの共謀罪というかテロという対象になっているという事態が、我々の運動が必須するだけではなくて、日本の将来が欧米型のテロのターゲットになっているという、そういう事態につながっているように思います。そういうような認識の中で、我々はこの法律が日本だけではなくて、中東、さらには世界全体の民衆の平和というものをやっぱり突き崩していく、そういうことに連動しているんだということを、私はここで皆さんにお伝えしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。テロ当事者という名前ですけど、一体テロって何なのか、その基本的なところで藤田先生が専門的なご指摘いただきます。続きまして、刑事法の視点からということで、今からスカイプで、熊本大学の岡田明先生のスカイプ映像と、映像なんか入るかな、音を聞きながら、ちょっと画面暗いですけども、皆さん、まあ、少なくとも声は聞こえます。それじゃあ、岡田先生、よろしくお願いします。はい、こんにちは。熊本大学の岡田と申します。音声聞こえてますでしょうか。大丈夫です。聞こえます。はい。まず、この法案ですね、これが成立しないとしても、日本は、組織犯罪対策の、国連の条約を批准できます。先ほど岩村先生が挙げられた、組織犯罪の、条約ですけど、これは共謀罪を、成立させなくても批准できるのです。つまり共謀罪を作ることは条約を、実効的なものにする義務ではないか。これを批准した国でも必ずしも共謀罪を作ってないということは皆さんご存知のことかと思います。次に、そもそも、特定の組織に属する者と特定の犯罪について、まあ、お話し合い共謀をするというだけで犯罪が成立するというのは、これまで、まあ、歴史的に形成され、そして国際的にも承認されている刑法上の原則、つまり私たちにとって大事な利益が侵された時だけ犯罪なんですよという、この刑法上の原則にまさに反します。で、アメリカやイギリスなど、共謀罪というのを置いている、国があるじゃない、こういう指摘もあるでしょうが、これらの国においても、重要な利益が侵害される犯罪に関する共謀が処罰されるだけでしょう。さらに、皆さんに知っていただきたい、政治家の皆さんにも知っていただきたいのは、アメリカやイギリスとはその前提となる事情だけでなく、刑事裁判であるとか刑事手続きのあり方は全く違います。日本の場合、警察のみならず検察官や裁判官が市民の人権保障のために機能しているでしょうか。してない、こういうふうに言わざるを得ません。したがって法務大臣が裁判官がしっかりチェックしますから逮捕されることはないということは考えられません。逮捕状が却下されることは年間50人から60人しかないのです。逮捕されるのは毎年10万人います。これほど令状は却下されないのです。そんな国に共謀罪を持ち込んだらどうなるかということを考えていただきたいと思います。アメリカやイギリスとは全く違います。次に、テロ、これどう、定義するか難しいという話でしたが、仮に殺人だとしますと、殺人については予備罪というのが処罰できます。未遂以前の行為でも処罰できるのです。この予備罪は残念なことに実は十分な限定がされていません。国会というよりも、各政党の、まあ、与党の議員にどうやら提供された資料では、航空券を買うという行為は予備罪処罰できないんだといった、指摘をどうも法務省はしているようですけれども、そんなことはありません。東京高等裁判所がどうもそのような裁判をしたことがあるというだけで、最高裁がこのような飛行機のチケット、飛行機のチケットを、予約するであると買うというのが殺人の目的であったとき、
殺人の容疑者に当たらない、捜査もできないなどとは一言も言っておりません。したがって、人を殺すという、ための準備行為というので、実は幅広く、現行法でも対処できるわけです。この点、知っていただきたいと思います。さらに、このテロというんでしょうか、殺人というのは単独での可能です。 凶暴が必ずなされるわけではないのです。したがって、この法律で殺人を未然に完璧に防ぐということができるわけはありません。そもそも、死刑になっても構わないという、テロリストの方が考えるとするなら、その処罰、死刑であっても抑止効果があるとは考えられない。むしろ、本当に、テロを防ぐというために大事なことは、 たとえ手を考えようかなと思う人がいるとしても、その人がやっぱり命は大事だ、こういうふうに思える、言い換えば刑務所に入りたくない、思えるようになる、つまり、社会に絶望せずですね、社会の中で生きたい、こういうふうに思えるようにする施策こそ重要だ、こういうふうに私自身は考えます。このように考えていきますと、 テロ等準備罪法案は、テロ防止に役立つのではなく、政権や特定の大企業にとって不都合な言動を取り締まることに役立つ危険性が極めて高いと言わざるを得ません。なお、先ほどの国連条約からは、4年以上の懲役禁錮に当たる罪についての凶行が処罰されることが求められている、という話ですが、今回、 外された罪、277に含まれてない罪は、政治資金規制法違反の罪など、どう考えても特定の政党の議員が問われそうな罪の凶行が外されている。筋が通らない、としか言いようがありません。極めて恣意的、わがまま。与党の人たちは捕まりたくない、こういうことなんでしょう。そう言わざるを得ません。逆に、 国会議員もテロ等準備罪を捜査の手が及ぶとするならば、やはり治安維持法のように政府に批判的な政党の議員がことごとく検挙され、国会にはいわば体制抑散会が生まれるということも考えられます。これは治安維持法の立法に実際に起こったわけです。この法案の成立後、たとえ最高裁によってそれが違憲である、無効であるというになっても、 それまでに検挙され、ないし捜査の対象となるだけで、大きな人権の制約や様々な誹謗中傷を受ける市民が出てきます。このような事態を防ぐことが、立法提案をする法務省、さらに国会議員が憲法上要請されているはずなのです。憲法上の義務なのです。後に、後年ですね、仮にこのテロ等準備罪が違憲だ、憲法違反と評価される際、 この憲法違反の法律によって生じた被害への損害賠償を、法務省の職員、官僚ですね、警察官ですけど、あるいは国会の支払う覚悟があるのでしょう。なお、これだけの問題点がこの段階で明白に指摘されているのですから、立法に当たって人権侵害の可能性が予見認識できなかったとは絶対に言えない。この立法を強行した場合、 政府与党はその責任を公正において問われるのを認識すべきです。以上で、非常に雑白ですけれども、私の話を終わりさせていただきます。ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。今のお話を、それでは、続きまして、今また、あの、一人、参議院の方から、民主党側の一人が見えました。まず、森友問題の追及を、小泉さん、鈴木、鈴鳥、小川さん、よくご存知、どうぞよろしく。 紹介いただきました、小川敏夫です。本当に人権と民主主義を守るために戦っていらっしゃる皆様に深く敬意を表します。しかし、共謀罪閣議決定されましてですね、いよいよ現実になってくるわけでありますので、なんとしてでも、この法案、早く会社に追い込んでですね、早い運転していきたいと、そのために、
まず安倍政権を倒さなくてはいけないというところで頑張っていきたいと思います。まあ、共謀罪賛成ですか反対ですかというアンケートを取ると反対が多いんだけど、テロ防止みたい、まあ、テロ取ってみたいというふうに聞くと賛成が多いというこの現実があるわけでありまして、まあ、いかにこの名前だけテロと準備隊で、ごまかされてしまう状況があるのかなと思うと非常に残念に思いますが、本当にこの法律がそういう法律ではなくて危険なものだということをしっかり訴えていきたいというふうに思います。まあ、条約に加盟するために必要だというけども、条約では4年以上の刑が重大犯罪とはっきり明記してあるんですよね。だからもし条約を完全に守らなきゃいけないんだったら4年以上の刑で、こっちは入れるこっちは入れないなんてことはできないんですよね。条約にはっきり書いてあるんですから、重大な犯罪とは4年以上の刑だと。だけど重大な犯罪で4年以上の刑だけども実は重大な犯罪じゃないものがあるって言うんだったら、みんな重大じゃないと言えば立ち上げの話ですね。いわば4年以上の刑を600日から277で減らしたということ自体が矛盾してるんですよね。まあテロ対策だって言うけど、それは今度の法律でテロも一部に当たる適用される場合があるというだけであって、とてもそのテロ対策法にはなっていない。今私がですね、ここで皆さんとですね、これからこんな力ある総理はもうテロで摩擦に行こうと言ってわーって言ったってこの法律にはかかりませんよ。だって犯罪手段じゃないの。ここで標語したって犯罪手段じゃないんだから、ここでさテロに行こうって言って言ったって適用がいない。あるいはテロ組織じゃない人間がですね、いや、そのテロ組織に同調してですね、いや、意気投合して、よし、じゃあ俺もやったろうと思ったって、そういう人やそういう人たちがいたって、捕まりません。組織の人間じゃないんだから。すなわち、テロ対策法というのは、あまりにも残酷で不十分な法律なんですね。これはやっぱりテロ対策法じゃないんで、要するに共謀罪なんですね。共謀罪だけど、今言ってる条約の会社、条約には、共謀罪とか参加罪って書いてあるけども、他に条約規定があってですね、それぞれの国の基本原則に従って入りなさいという部分があるんです。そこを説明しないんですね。我が国の刑法には基本原則があって、犯罪の行為がないのに処罰できないというのはこれまでずっと長く続いてきたこの原則ですから、その原則のまま加盟すればいいんです。もうこれ言うとですね、じゃあ民主党政権時代になんで加盟しておかなかったのか、こういう話も出てくるんですけどですね、なかなかそういう議論も、特に私の前任で平岡さんなんかはやってたんですけれども、感情が動かないんですよね、やろうと思っても。まあ、これが現実でして、弱い政権だとやりたい、いい意味でやりたいこともできないというのが現実でありました。まあ、いろいろな打撃を言ってもありませんけれども、いよいよ現実の戦いだってきましたんで、こんな方法は絶対に許さないと。もう早く早いに組むということで、しっかりと頑張らせていただきます。皆様の力もぜひいただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、ワフナーの質問です。テロ銃刀準備罪の話がいっぱい出てきました。で、共謀罪がもしできたらどういうことになるだろうかということを具体的なイメージを皆さん浮かべられているでしょうか。すでにですね、それを先取りしたような事件が岐阜県で起きています。これはですね、2014年、岐阜県の大垣市というところで浮力発電の施設を作ろうという住民の運動について大垣警察署の警備公安担当者がですね、この運動の、中心になっている自治会の代表であるとか、お寺の住職さんであるとか、あるいは自然保護の運動に取り組んでいた人たちをずっと監視してですね、
その監視するばかりがですね、今度はその情報を電力会社、中部電力の子会社に4回にわたって定期的にこれを流してですね、そして一緒にこの運動を潰そうというふうなことをやっていたという事件なんですね。これはもう皆さん聞いてちょっとびっくりされると思うんですけども、2014年に朝日新聞の中盤ですけども大きなスクープをして、それで一気に問題が広がりました。東京ではあまりされていないんですが、先日東京新聞が報道したので皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんです。でこの事件で、3月8日にですね、この対する国家賠償訴訟の第1回弁論が開かれました。その弁論に今取材に行ってきたんですけども、この過程でちょっとびっくりしたんですね。情報提供と言いながら、その中身はですね、完全に警察が住民運動をですね、潰すためにスパイをして、そしてその内容をですね、まあいわば個人情報だけでなくて、まあ、警察が見てる、ね、危険人物がこういう人だよということを流してるんですね。それを相手方の電力会社の方が、まあ、ちゃんと議事録を取っていて、今問題になって、森友っては議事録取らないんですけども、ここは議事録取っていました。その中身が一部暴露されたので、ね、ちょっとだけ読み上げます。警察の側はですね、まあ、勉強会の主催者らが風力発電にかかわらず自然に手を入れる行為自体反対する人物であることをご存知かというようなことを聞くわけです。それから、この人たちは活発に自然破壊運動に参加し、法律事務所ゆるコラボというのとつながっている。大垣市内には自然破壊につながることに敏感に反対する近藤百合子という人物もいる、というようなことですね。そういう人 の個人情報プライバシーを次々と電力会社に言っている。でこの中で発言で非常にびっくりしたのはですね、こういう反対運動について大垣警察署としても回避したい、今後情報をやり取りし平穏な大垣市を維持したい、つまり市民がですね、風力発電に反対する運動そのものをですね、これをその敵視して回避したい、そういう運動をその潰すことが平穏な大垣市を守ることになるんだ、こんな見解をですね、公然と伝えてるわけですね。でこれが国会の中でも問題になって、昨年6月30日に問題になりました。でこの時に警察庁の警備局長が何て言ったか、この住民監視についてですね、通常行っている警察業務の一環と答えます。つまり通常やってるということは、全国各地のさまざまな住民運動について警察はこれを通常業務としてやってるということですね。つまりすでに共謀罪の実態的なことをですね、警察はやってるということを国会で公然と認めたってことなんですよ。で今度はこれをですね、犯罪としてね、そういうことができたらこれはね、犯罪として取り締まるぞというのが今度の共謀罪なわけです。でこれについてこの間の、第1回弁論ではですね、弁論のアウト報告集を書いて監視されていた原告の一人がこういうふうに言ってます。まあ、法律事務所に勤めてた女性なんですが、ちょっと読んでみます。警察に監視されていたことが分かってから何をするにも人の目を気にするようになった。ひょっとしたら今ここにも警察が、つまり裁判の報告集がやってるここにも警察官がいるかもしれないと思うと、とても萎縮してしまうということを彼女おっしゃっていました。そしてその上にもし兄弟ができたらもっと生きづらくなってしまいます。そういう生きづらい社会ですね。だから名指しされた近藤百合子さん、まあ、中部地方ではですね、とても有名なあの女性、面白い活発な活動家なんですが、彼女はですね、やっぱり発言して、安倍首相は共謀罪は普通の人間には関係ないと言っています。しかし普通に生きている私たちが警察に監視されていた、今度はその法的根拠を作る共謀罪は絶対許せませんということを発言されました。この民事訴訟ですけども、この第1回の訴訟には150人ぐらいの人が集まってですね、絶対許さない、つまりこの共謀罪も見本がここにあるんだということで、これから戦いやっていこうというのをおっしゃっています。たくさんの方々たちにですね、こういう岐阜での今の現状ですね、これが全国で今各地で警察が通常業務でやってるんだよということ、その通常業務に法的な根拠を与えて今度は公然と嫌がらせも含めてやってくるということを、まあ、皆さんにお伝えしたって発言させていただきました。ということで、じゃあ続きましてスカイプの方に追加します。
今度はです、大阪法の弁護士会、長嶋康久さんから弁護士を説明からお願いします。長嶋さん、お願いします。はい、ありがとうございます。石垣島で、本当に今、石垣島で運動中心になっていらっしゃるザキさんという方が、遠くからですけども、発言していただきます。ザキさん、聞こえますか？聞こえます。はい。じゃあ、よろしくお願いします。こんにちは。石垣島のザキと申します。以前はですね、国会前で、今日、第一次安倍政権の時ですけれども、国会前で、東西に発達する歌を歌うことなどをやっておりました。今、石垣島に来ております。今日はですね、石垣島、宮古島などの薩摩諸島での戦争に向かっている緊迫した状況をお知らせしようと思います。実はこの日本地域ではですね、辺野古の中にずっとリアルな戦争を目の前にしている地域なんです。尖閣問題を考えています。今私たちは石垣島への陸上自衛隊の配備反対運動を行っていて、発表を準備しています。去年ですね、中山市長が突然受け入れを発表して、それに対する800人規模の抗議の大集会を開いたり、来年3月までの中山市長の任期中の領事職などの会議の指示を務
터스트로 次の指導戦で、革新のある方法を当選させることを目標にして今頑張っています。この石垣原稿などの先島諸島への陸地配備は一体どういうものなのか簡単にご説明しようと思います。共同体と非常に関連することです。最近中国はですね、日本との戦争を極力避けるという方向に転換しているんですね。それはなぜかというと、中国から日本に戦争を仕掛ければ世界的な経済制裁、威力制裁で大変なことになる。たまんない制裁ですね。そして負ければ政権崩壊する危険が示したい。さらに、海上全体攻撃時代の戦力が非常に優秀である、すごいということを、約1年前に習近平氏の側近である空軍上将が、論文で書かれています。中国はですね、戦力に対しては常に海上警察と漁船で対応しているんですね。軍隊は持っていない。それは戦争に発展させたくないという中国の意思の表れもあるんですけれども、それに対して日本は海上警察に対して陸上自衛隊の配備で対応する。これは明らかな挑発行為なんですね。となると中国も軍隊を持つことができなくなる。この地域で軍拡競争がどんどん進んでしまう。限りなく戦争に近づいている人たちが配備によって出来上がってしまうという。この陸上のミサイル部隊ってどういう性質のものかというと、実はいざ戦うときには確実に全滅することが分かっているみたいなんです。自衛隊と米軍がいつもやっている当初奪回作戦というのがあるんですけども、これは中国の大量に使われて島の陸地が全滅し、石垣が崖の中になった後に、米軍と一緒に奪回作戦を仕掛けて、再度大陸戦を行って、島を奪回する、こういう演習を日々繰り返しているわけです。共同罪、これがこの戦争ができる国にするための布石であることは間違いないこと。一番いい情報ですからね。最近、僕はある論文を書きました。解説、東シナ海戦争という論文です。これは、石垣の発展運動に2人が進めている、お二人の著名な軍事専門家、何の名前か分かりますけれども、連携しながら書き上げた、いざ、東シナ海戦争が起きたときに、どのように進行するのかというのを詳しく解説した論文なんですけども、この内容をお送りしますので、ぜひ皆さん読んでいただいて、先島への陸上配備がどんなに恐ろしい計画であるか、ぜひ把握していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。共同財布を阻止ということは、中国との戦争を阻止ということにつながることです。皆さん頑張っていきましょう。皆さん、ありがとうございました。本当に今ね、最前線で本当に戦っていらっしゃるベクさんの声に皆さんたくさん感銘を受けたと思います。それでは続きまして、今スカイプをつないでいただいている、何ぬめのんチャンネルというですね、チャンネルの野口さんがここ見えているんですが、忙しくてですね、自分の発言をする時間がないということで、文章を書いていただきます。林さんに代わっているようにいます。野口さんはこちらで機械操作していますので、代わりに林が読み上げたいと思います。何年のゴミチャンネル、野口正康さんです。強行罪法が上程されようとしている、とんでもないことが、足利事件、深川事件、土田日赤、ピース艦爆弾事件、これはどれも無罪が確定している冤罪事件だ。これらの事件では、被疑者は警察による必要な自白の強要により自白をしている。これらは警察の思い込みによる誤認送付なのか、いや、むしろ警察は被疑者が真犯人ではないことを知っていたとしか思えない。それでも警察はメンツのために何が何でも犯人を挙げる。自白を強要し、証拠を捏造し、冤罪を作る。これはどれも戦後の治安維持法が廃止された後に起きた事件だ。今国会で上程されようとしているテロ等準備罪は、過去に廃案となった共謀罪と全く同じものだ。すでに3回も廃案になっているものを上程しようとしていること自体、過去の国会審議の軽視であり、許されるものではない。その上、この法律は、まだ事件も何も起きていない段階で、罪を問うという刑法の根幹を揺るがす法律だ。実際の事件が起きていて、
本物の証拠があっても冤罪を作るのは警察だ。起きていない犯罪で犯人を挙げるなんて朝飯前に。